優勝戦1号艇は山口達也選手です。輸出おめでとうございます。はい、どうもありがとうございます。現状のモーター船足の評価はどうなんでしょうか。はい、まあ、日によって足は変わってる感じですね。はい、かなりそれはばらつきがある感じですか。そうですね、まあ、伸び型になったり伸び型じゃなくなったりって感じです。はい、優勝戦に向けての調整というのはプロペラ作業が中心になりそうですか。そうですね、もうプロペラだけになると思います。はい、エンジンはしっかりしていると思います。スタートする船足、行き足のあたりというのはどんな評価なんですか。まあ、そこは問題ないと思います。はい、あとは行けるか行けないかの見え方ですね、自分の。はい、では最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。はい、優勝できるように頑張ります。応援してください。2号艇は吉田充選手です。輸出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。現状モーター評価、船足の評価はどうなんでしょうか。昨日ね、安定板ついたんでちょっとね、合わせきれるかちょっと自信なかったんですけど、なんかいい具合に合ってましたんで、エンジンはとてもいいと思います。はい、そうですか。はい、船足何か特徴面とはありますか。そうですね、全体的に2日目かな3日目にリング変えてから、底上げができてるんで、あとはもうバランスが取れて上位の足にはいってると思います。スタートの見え方というのはどうなんでしょうか。ちょっとズレはあります、スタートの感に対しては。あとはもう本当冷静に仕掛けるだけだと思います。はい、では最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。はいはい、なんか優勝できる足にはなってると思うんで、頑張って優勝できるように走りますので応援よろしくお願いします。3号艇は田中恭介選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、準優勝戦は6コースからまくり出して勝利ということになりました。はい、ご自身では現状のモーター船足の評価はどうなっているでしょうか。準優の前にちょっとペラを叩き替えて、そのおかげでグリップ感あったので、いいのかという展開だったんですけど、しっかり捉えられたと思います。優勝戦に向けての調整はどのようなことを考えられてますか。今乗り心地と出足というのはしっかりきたので、もう少しだけその伸びまでいかずとも、スリット近辺の行き足だったりがちょっと良くなってくれたらなと思って調整していきたいと思います。はい、では最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。はい、やることやって、最後1着で帰れるように頑張ります。4号艇は田中慎一郎選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、予選はオール3連隊の活躍でしたけれども、現状のモーター船足の評価はどうなってますでしょうか。至って普通ですね。何か特徴等はないですか。特徴ないですね。乗りやすいだけですね。そうですか。では優勝戦に向けての調整はどのようなことを考えられていますか。ちょっと伸び寄りに持っていけたらいいかなとは思うんですけど、まあ、いろいろ仕事してみます。スタートですけれども、準優勝戦はコンマ1-3のスタートでしたが、見え方というのはご自身ではどうなんでしょうか。ちょっと思ったよりも届いてない感じはするので、なんか質のいいね、スタートいけたらいいかなと思います。では最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。はい、今日も心込めて走ります。たくさん余裕ある方は船券買ってみてください。お願いします。5号艇は松田大志郎選手です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。モーター船足の評価としてはどうなってるんでしょうか。まあ、パーセント R エンジンで、まあ、素性がいいから、まあ、多少外しててもずっと動いてくれてるなっていう感じはありますね。バランスが取れているという表現になるんですか。そうですね。はい、スタートですけれども、準優勝戦はコンマ1-2のスタートだったんですが、見え方というのはいかがなんでしょうか。そうですね、まあ、スタートに関しては今節、モーターがしっかり押してくれてるんで、しっかり届いてるなっていうのはあるんですけどね。はい、では最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。はい、まあ、気流古車ではまだないと思ってるんですけど、慣れるように一生懸命走りたいと思います。応援お願いします。6号艇は地元群馬の富澤優作選手です。優作おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ここまでのモーター評価はどんな風になってますか。昨日の安定板ついた時は本当にすごい良かったなと思います。安定板がない時はどうなんでしょうか。まあ、中堅上位ちょっと抜け出せない感じだったんで、まあ、エンジン自体はすごいいいので、自分がそのポテンシャル引き出せてないだけなんで、さあスタートですけれども、準優勝戦はコンマ1-3のスタートだったんですが、見え方というのはいかがですか。準優はちょっと踏み込めないなという、もうちょっとギリギリだったんですけど、それでも13だと届かなかったなと思いました。では初優勝に向けて地元での戦いということになりますのでね。はい、はい、では最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。はい、地元桐生で優勝できたので優勝を目指して頑張ります。